ちは、今日はですね、川鶴で、お酒を作っているさぬきオリーブ工房で、仕込んでいるお酒の紹介をさせていただきます。こちらがですね、一番最初に作りました瀬戸内川鶴純米吟醸さぬきオリーブ工房仕込みというお酒になります。そして昨年ですね、2年目に、2本目のお酒を作りました。こちらが瀬戸内川鶴純米吟醸さぬきオリーブ酵母仕込み別調低温瓶熟成という商品になってまして、こちらはですね、しっかり瓶の中に貯蔵した状態で、こちらで貯蔵した状態で冷蔵庫の方で保管して、熟成させたお酒になります。はい、せっかくなんで、実際にこちらにですね、オリーブ酵母で仕込んでいる、もろみがありますので、ぜひご覧ください。非常にですね、今プクプクプクしてるんですけど、さらにですね、この泡が、ちょっとある状態で、このお酒の特徴は非常にですね、このもろみの状態でフルーティーなすごく甘い香りがするタイプのお酒 で絞った時にすごくフルーティー でフレッシュなみずみずしい味わいがするお酒のが特徴です。このお酒はですね、この夏にですね、また限定で出荷させていただく夏のオリーブ酵母のお酒になってます。また皆さん楽しんでください。